中村ケイト22歳、フランスから17億円オファーが来た模様。日本代表中村ケイト22歳にフランス一部のクラブから移籍金1100万ユーロ、約17億円でオファーがあったと、7日にオーストリアのメディア、ラオライチ、が報じた。クラブ名は明かされていないが、一部でレンヌ、リール、リヨンの名前が挙げられているという、移籍金の最低額として設定していた1000万ユーロをクリアしており、動向が注目される。フランスとかやめとけよ、6大リーガになっちまうぞ。活躍できるなら良いんじゃないの。日本人はフランスで揉まれた方がワールドカップで戦えるイメージある。むしろブンデスより成長できる。ゴリアイとハリーグアン前からフィジカル強いんだ。でもリーグアンで何かが成長したかというと、変化は感じないんだ。滝の前でそのレス朗読してくるんだ。ろくに試合出てないから揉まれたことにはなってないんだ。松が言ってたけどリーグアンはアタッカーに一人で対応するから、一人だけでも抜けるなら活躍できるらしい。松って誰？マツコ？文脈から考えるとアンで活躍してた松井大輔のことだと思うんだ。まあ現日本代表じゃないと通じにくいから、カタカナ二文字では訳さない方がいいね。